有人宇宙船神舟17号の打ち上げミッションに向けて、打ち上げ前の最終シミュレーションが10月24日朝、中国北西部の主星衛星発射センターで行われた。北京航天飛行制御センターの統一的調整の下で、主星衛星発射センターと西安衛星測量制御センター、任務の核測量制御ステーションと宇宙船が合同調整と制御テストを実施した。打ち上げ準備から打ち上げ及び飛行過程における各種技術とプロセスの全面的なシミュレーションが行われた。在转运以后啊，就是到达发射区之后，我们主要开展的是火箭和飞船的功能检查，然后我们也做了这个就是点火和紧急关机这个线路的总检查测试。目前可以说是各大系统的工作是非常顺利，已经全部就绪。現在、宇宙ステーション電球に約5ヶ月滞在し、任務に当たっている神舟16号の飛行士は、神舟17号の飛行士と合流し、任務を交代した後に地球に帰還予定だ。